こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、速稼塾に入ったら100人中99人は稼げますね。これデータ取ったわけじゃないんですけども、まあね、稼げちゃうわけですからね。そういう風な塾ですし、一番最初にやっていただくのは例のあれですからね。まあ99人ですね。でもやっぱりね、やらない人はいるんですよ。ここに100円玉ありますよって言っても取らない人もいますし、まあ以前セミナーでね、1万円札をこう出して、皆さん1万円札稼ぎたいですか、欲しいですかって聞いたらシーンとしてるんですよ。あ、じゃあいらないんですねって引き込みましたね。だからね、1万円がここにあっても誰も手を伸ばさないし、何ですかね、遠慮するんですかね。それとも金かね言わないのが奥ゆかしいんですかね。まあお金の心配がない方、誰かが稼いで養ってくれるって環境の方はそれでいいかもしれませんけども、私は後ろに誰もいないんで、もう自分でやるしかないかなと。それこそ命捨てる思いでやってますね。まさにね、お金がなかったら命が維持できないわけですよ。あ、かわいそう、養ってあげましょうかっていう人は別に地上に誰もいないわけですから、だからね、やっぱりそういう意味も込めて自分でしっかり稼がないといけないかなと思いますよね。あ、それでね、吉田さん、なんか社長って一番簡単になれるんですよね。なんか面接がないじゃないですか、社長になるのに。でも末端の社員とかアルバイトでさえ落ちることがあるんですよね。君はアルバイトでも採用無理だねみたいなね、そんな人もいるみたいなんですよ。どこの誰か分かんないですけどね、噂で聞いたところによると。だからバイトが落ちる人でも社長にはなれるんですよね。まあ日本には今ね、500万社って言われる会社があるそうなんですよ。これ裏を返せば500万人の社長がいるってことになりますよ。つまりは社長だらけなんですよね、世の中。6000万人が働いていると言われているこの日本で500万人も社長いるんですよ。だからおおむね10人に1人が社長なんで、一番肩書きとしてありふれてるのは実は社長ではないかなと思いますね。でもそれでもそれほどにありふれてるのに、社長になって自分で事業をやろうとかね、会社を引っ張っていこうって人はあんまりいません。つまり稼ぐことで腹がくくれてないんですよ。ね、絶対自分の力で稼ごうと思ったら社員アルバイトなんてバクバクしてやってらないわけですよね。一番安く買い叩かれるわけですから。でも自分でルールを決めて、自分で気に入った人を採用して、自分の好きなマーケットを選んで自分の好きな商品を売買できる、もう何の不満もない決定権が全てある社長ってのが一番いいんですよね。でも社員アルバイトになると不満とか人間関係とかぶつかりまくるわけですよ。文句があるなら自分でやればいいんですけどね。まあでも誰もやんないんですよね。それこそ億万長者合宿に参加したら本当に稼げるんですかっていう人が大半ですから。だからね、私たちみたいな大した能力もない人がウハウハできるんですけどね。本当なんか本当に能力がある人はやらずに、その能力をずっと秘密兵器にして終わっていくというね、まあ本当にもったいないけども、まあそんなもんでしょうね、きっとね。人間誰しも大差ないんですよね。誰が一番最初に手を伸ばすかってことなんですけども、なんかやらないというね、そういうことがあります。まあ私にしてもね、そうですし、まあその他の人にそうしてもそうですけども、大したことないわけですよ。みんなして大したことないんですよ。ただ用意どんで走り出す人があんまりいないってことなんですよね。だからゴールのテープを切れる人も少ないわけですよ。楽勝なんですけどね。まあけどやっぱりね、人間はちんたら過ごしちゃうんですよね、きっとね。まあ仕方ないんじゃないですか。スーパーファミコン買いましたか、昨日ペイペイ祭りで。私もね、ペイペイ祭り結構買ったんですけどね。でもなんか自分の必要なものあんまりないですね、買ったって言っても。何なんですかね。まあそういえば12月あれじゃないですか、ドリームアカデミアのセールスじゃないですか。120万のセールス、いいっすね。39歳で120万売る。まあでもよく考えたら、120万の商品を売るって言ったらすごいことなのに思いますけども、例えばね、車屋さんに勤めてる人って日々300万500万の商品売ってますからね。そう考えたら300万500万の商品売るんだったら、自分の商品作って100万で売った方がいいですよね、絶対ね。だから500万のものが売れなくても100万のものが売れれば全然やっていけるわけなんでね。こういうところもちゃんと計算していくと賢い生き方が見えてくるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。やっぱ今日もマトリックスですかね。
マトリックスアフィリエイト。